ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。霊夢、突然だがハミルトン・パーカーという名前の預言者を知っているか？ハミルトンと聞くとどうしても、時計というイメージしかないわね。まあ、ハミルトンと聞けばそうだよな。それか、エースコンバットというゲームが好きな人だったら、覇権将校のハミルトンを思い出すだろうけどな。マイナーすぎるよ。まるで名探偵コナンのカルバドスじゃん。確かにな。それで、このパーカーさんの予言は、的中率 70% を誇っており、最近ではウクライナ問題とあることを予言して、話題になっているんだぜ。的中率 80% だったら、パチンコの継続率の方が高いわね。おいおい、パチンコと比較しないでくれ。ごめん、ごめん。それじゃ、早速解説していくぜ。よろしく。まずはパーカーさんがどんな預言者なのか、解説していくぜ。よろしく。パーカーさんはイギリスの預言者であり、イギリスではパーカーさんの預言の的中率が高いことから、運命の預言者と呼ばれているな。運命の預言者、かっこいいわね。確かにかっこいいけど、パーカーさんの実際の異名は、プロフェット・オブ・ブームなんだ。それを今回解説する際に、Google 先生に翻訳してもらったら、運命の預言者となったから、そのように解説したぜ。なるほどね。そういった経緯があったのね。それで話を進めるけど、パーカーさんはこれまでにイギリスの EU 離脱や、トランプ大統領の当選を予言し、的中させたことで話題になったぜ。すごいわね。ただし、トランプ大統領の2期目の選挙の時は、現在のバイデン大統領が、落選すると予言していたけど、その予言は的中しなかったぜ。あらら、まあ、予言だしね。パーカーさんはその他にも、コロコロをあらかじめ予言していたと、主張しているけど、詳しいことはわかっていないぜ。まあ、予言だからね。仕方がないよ。それで、パーカーさんはどうやって予言を行うの？パーカーさんの予言の方法は、霊媒を中心としていると言われているぜ。霊媒、すごいわね。じゃあ、パーカーさんは幽霊と話をすることができるんだね。そういうことだぜ。それで、もっと具体的に言うと、パーカーさんは多くの幽霊と霊媒を通して、意見交換を行い予言していると、過去に語っていたぜ。予言者というよりは、霊媒師的な感じの人だね。確かにそうだな。それに幽霊と意見交換を行うなら、パーカーさんもそれなりの知識がないと、できないと思うけど、その点はどうなのよ？実は、パーカーさんは予言者として活躍する前は、会社の経営者だったんだぜ。そのため、様々な知識を得ているので、意見交換を難なく行えると語っていたぜ。え、会社の経営者だったの？あくまで過去の話だけどな。現在は主に、予言者または作家として活動しているぜ。かなりマルチな才能を持っているのね。さて、パーカーさんに関する話はこれぐらいにして、次はパーカーさんの予言について解説していくぜ。よろしく。まず、パーカーさんは2021年10月に、ウクライナ問題を予言していたぜ。多くの予言者が予言していたから、パーカーさんもやっぱり予言していたのね。そうだぜ。それで、パーカーさんはウクライナ問題に関して、継続的に予言しており、中でも今後は、ロシアの船がウクライナの船によって、沈められると予言しているぜ。確かにニュースでもそんな話が出ていたね。まあ、ニュースに出ていた内容は、船を沈める云々ではなく、ウクライナの穀物輸出船が、出港したという内容だったけどな。そういえばそうだったわね。ただし、ウクライナの穀物輸出船が動くとなれば、今後、ロシアが全く攻撃しないとは言い切れないので、パーカーさんの予言が的中するかもしれないけどな。確かにそうだね。パーカーは災害に関する予言も、多数残しているぜ。具体的に言うと次の内容だな。私の予言ではおそらくインド洋だと思うが、津波が起こるだろう。インドネシアなどで発生している、大津波のようなものではない。世界中で地震が活発化し、頻度も増える。いくつか大きな地震もある。また、これまで地震が来なかったところに、発生したりする場合があるだろう。なんだか、こうなんです、みたいな断言系の予言ではなく、ふわっとした感じの予言だね。そうだな、いつどこでどんな災害が起きることを、予言しているわけではないからな。ただ、予言の内容から言えることは、インド洋で津波が発生する可能性があること、世界中で地震が活発化すること、普段は発生しない場所で地震が起きることを、パーカーさんは予言しているんだぜ。津波はともかく、普段地震が発生しない場所って、一体どこなんだろうね？それに関しては何とも言えないな。ただ、パーカーの予言とは関係ないけど、別の予言者は周囲を海に囲まれた国で、巨大地震が発生すると予言しているぜ。周囲を海で囲まれている国ってことは、すぐに思いつくのは日本だね。確かに、すぐに思いつくのは日本だけど、日本は頻繁に地震が発生しているからな。おそらく違うと思うぜ。じゃあ、どこなんだろうね。噂されているのはオーストラリアだな。え、オーストラリアって地震が少ないの？そうだぜ。
あるデータによるとオーストラリアでの地震は、100年24回というデータがあるんだ。100年24回。日本だったら、2日くらいで14回の地震が起きてそうだね。日本の場合だったら、1年に約2000から3000回の地震が発生しているんだぜ。そんなに地震が発生していたなんて、改めて日本が地震大国であることがわかったよ。パーカーは世界情勢についても、次のような予言を残しているぜ。世界情勢ってことは、もしかしてウクライナ問題なの？そうだぜ。まあ、最初に解説した内容と少し似ているけど、予言の内容を聞いてくれ。わかったわ。ロシアとウクライナ侵攻に関して、この2、3ヶ月の間に、前進があるだろう。再び、大きな船、フラッグシップが沈み、ロシア軍の被害が大きくなる。ロシア国内でプーチンへの反感が高まり、プーチンが権力の座から下ろされるだろう。北朝鮮についても同じで、人々が立ち上がるだろう。また、いつの日か中国でも同じことが起こる。なるほどね。パーカーさんはウクライナの船に関する内容に、注目しているんだね。確かにそうだな。おそらく、パーカーさんにとって、ウクライナの船は重要なキーワードになっていることは間違いないだろうな。それと、もう一つわかることは、ロシア、中国、北朝鮮の指導者が、変わるって感じの予言だね。その通りだぜ。また、パーカーさんは最新の予言を発表しており、その中には先ほどの国が登場しているんだ。え、どこだろう。まずは、パーカーさんの予言の内容を解説していくぜ。うん、よろしく。世界はもっと慎重にならなければならない。特に注意しなければならないのは、ロシアと中国です。ここで、中国が登場したことに、驚く方も多いと思いますが、中国はいろいろと警戒しなければならない存在なのです。そして、我々が注意しなければならないのは、先ほどの二つの国が同盟関係を築こうとしているからです。また、バイデン大統領を中心とした諸外国は、ロシアに対して何らかの制裁を加えます。しかし、中国とロシアにとって制裁は、特に大きな問題ではないのです。なぜなら、二つの国の目的はすでに、達成されつつあるからです。具体的に言うと、ロシアはクリミアを制圧し、中国から商品を買うことが目的でした。また、中国はロシアから石油をもらう目的があるのです。つまり、二つの国にとって諸外国など、どうでもいいことなのです。なるほどね。確かに世界情勢を考えると、そんな気がするわね。そうだな。それで、パーカーさんが一番懸念しているのは、中国とロシアが、正式に同盟関係を結んだ先に、第三次世界大戦が待っている、という予言だぜ。おそらくそうなると思ったけど、やばすぎるわね。でも、第三次世界大戦に中国が関与したら、日本もいろいろとやばいことになるんじゃないの？おそらく、やばいことになると思うぜ。ひぃ。また、パーカーさんは仮に第三次世界大戦が起きたとしても、ヨーロッパなどは、特に手を出すことはなく、傍観しているだけだと予言しているんだ。じゃあどこが一番関係してくるの？パーカーさんの予言では、東アジアが一番関わってくると言われているぜ。東アジアってことは、日本もめちゃ関係しているじゃないのよ。そうだな。仮に第三次世界大戦が、パーカーの予言通りになってしまったら、日本はただでは済まないかもしれないな。でも、さっきパーカーさんは北朝鮮と中国、ロシアの指導者が変わると予言していたよね。確かにしていたな。それはどのタイミングで変わることになるの？そこまでは明らかにされていないな。そうなのね。そこはしっかり予言してほしかったわね。確かにそうだな。ただ、これまでの歴史から考えると、戦いが起きた後にその国の指導者が、変わっていることが多いからな。確かに総統様もそうだったわね。じゃあ、先に戦いが起きる可能性が高いことは、間違いなさそうね。とにかく戦いが起きたら、私は逃げるわ。逃げるのは勝手だけど、東アジアは避けた方がいいかもしれないな。確かにパーカーさんの予言を聞く感じだと、その方が良いかもしれないけど、私はアジアから出たくない病なので、できない相談だわ。そうか、好きにしてくれ。次にパーカーさんは今話題となっている、台湾問題について予言しているぜ。え、そうなの。予言の内容は次の通りだぜ。おそらく、アメリカの中間選挙の時期に、台湾に関する紛争は起きるだろう。アメリカ側がナンシー・ペロシを、台湾に送り込んだ理由は、中国に対する警告である。警告ってどういうことなの？パーカーさんが考えるにペロシは、中国に対する脅威について、敏感な人だと考えており、そのペロシを台湾に送り込むことが、中国に対する警告だと考えているんだ。なるほどね。また、パーカーさんはペロシが台湾を訪問したことで、バイデン大統領の株が、下がっていると考えているぜ。それはどうしてなの？パーカーさん曰く、バイデン大統領の息子が過去に、中国に関することで、失敗しているからだと話していたな。なるほどね。もしかすると、バイデン大統領は中国に行きたくても行けない状況に、陥っているのかもしれないわね。
その可能性は高いだろうな。ここまでパーカーの色々な予言を紹介してきたけど、忘れてはいけない予言があるぜ。お、なんなの気になるわ。パーカーはメタは失敗し、ガーファは国から圧力をかけられると予言しているんだぜ。え、そうなの。でも、メタは世界中が注目しているじゃん。だから、私も株を買おうと思ったんだけどね。確かにメタは世界中が注目しているけど、いろいろと問題視されていることは事実だぜ。え、どんな問題があるの？いろいろと問題はあるんだけど、まず、勘違いしないでほしいのは、メタに対して問題があるのではなく、メタバース、仮想空間について問題が、指摘されているということだな。確かに、メタは会社名だからね。まあ、メタにも問題が全くないとは、言い切れないけどな。いろいろな都市伝説が存在する会社だしね。そうそう、それで、仮想空間の問題としては、一番有名なのは法整備が整っていないことだな。確かに仮想空間に関する法律は、聞いたことがないわね。それで、法整備が整っていない状態で、仮想空間が生み出されると、犯罪の温床になると言われているんだ。それは困るよ。まるで広角機動隊みたいな世界だね。確かにな。それで、話を戻すけど、パーカーは先ほどの問題から、メタが失敗すると予言しているんだぜ。なるほどね。また、パーカーは、ガーファは国から独占的な情報操作が規制され、業績が悪化すると予言しているんだぜ。そんなことが実際にあるのかな。まあ、あくまでも予言なので、はっきりしたことは言えないけど、2021年7月に、アメリカのバイデン大統領は、大手企業による市場の独占を、取り締まる権に関して、大統領令に署名しているんだぜ。え、そうだったの。じゃあ、もしかすると、国が巨大企業を止めようとする可能性が高いということだな。信じられないけど、大統領令にバイデンが署名しているなら、全くなさそうな話でもなさそうね。そうだな。それで、今後、パーカーの予言がどんどん的中していくと、世界は大きな、混乱を迎えることになるのは間違いないだろうな。すでにかなり混乱しているから、これ以上混乱しないでほしいけどな。確かにそうだな。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。